これ、まさかリアル型脱出ゲーム、オルタナチャンネルでよく見たことあるな。よし、24時間生活じゃないか。確かにこの光に当たらずに24時間生活できるかだな。24時間生活しないともしかしたらこの部屋から脱出できないっていう、そういうルールじゃないか。確かに。でも一回も触れずにやると動画すぐ終わっちゃうから、もしかしたら何回も当たっていいルールになるかもしれないような雰囲気は感じるな。確かにそうだな。ついでに当たったら何か知らんけど牢屋に連れてかれそうな雰囲気も感じますね。これ牢屋は後ろにありそうよ。すごいことになってますね。これすげえな。これだって一回当たったらもう同速終了って書かないと、もう当たるわけに是が非でもいかないんだよ。そっちの恐怖が大きいもんね。あといろいろこのアイテムがね、床に散らびられてるってことで。そうだね。この辺でかいぐってきて、ね、ちなみにこれテストプレイしたんですけど、僕下見した時に、うん、これ当たったら行います。あ、でも判定ちゃんとあるんで。なるほど。あっ、じゃあ手ちょっと待って、マジでこれ壁もあんま触ったらダメなんだよね。いいよ。えっ、きついきついきつい。あれだあれだ、あ、今のはめっちゃ助かった。あ、で、頭、肩当たるから結構しゃがんだよ、しゃがんだよ。まずしゃがんでこう、そうそうそう。おい、うまい、きたー。うまい、お前スマホたどり着いた。ああ、俺もいける、寝れるかも。いけるわ。よし、ちゃんと20分寝てれば終わるぞ。一番やっちゃいけないやつで、それ危ない。うん、よっしゃよっしゃよっしゃ、これでお互いスマホゲットです。イエーイ。こっちこっちさ、スペース空いてるよ、ここ。ああ、ここにいるから。甘えでも言ってたか。いや、今の虫みたいな動きすんなって。いや、左膝上げてるちゃんと。よし、よし、まあ割と今アンチに来たね俺ら。楽しい。これ楽しいな、ちょっと。あ、なんかいいよ。お、よいしょ。何？あ、ライフプラス1。おお一発人なくなった。あ、でかいでかい。これでとりあえず尺大丈夫そう。ライフ2。ライフ2。じゃあ1回だっていいってこと。うん、やべえ、危ない。ういストイックかよ。ヒート。バネガ花粉。バネガ花粉。え？お疲れ様です。お疲れ様です。はい。差し入れです。行きまーす。え？あっさりだな。一番遠くでね、しかも今日のマネージャーあっさりやな。いやー、結構ありますよ。しかもこれでも下にこのね、こいつがいるせいで。わかるかな？これ無理なんだよな、これ。この細いのがあるせいでいけないんじゃない？ミッション、食料確保せよ。ダダン！自分で練習するんだって。二人とも行ったら邪魔になるだけだから、わしが行くわ。確かに。あ、こうでしょ。足から。こうでしょ。壁触っちゃダメやで。これ大丈夫？なんもない。あ、すげえ大切です。上大丈夫？上は大丈夫。あ、来た来た来た。そうそうそう。あ、でも俺もぶつかるかもしれないから、これ。いい？いけ！頼む！あざー、食料！やった！やっ！待って待って待って。いただきマッコリ。いや、そんなもんないから。いただきマダガスカル。それここマダガスカル。おお、え、あれアンチ、あれノー、え、あ、
腰やばいんだけど今。もうもう動くない動くない、鼻が疲れる。あるある、もう目の前の超目の前、目と鼻の先、本当これこそ目と鼻の先。え、ちょっと待って、左足も疲れそう。え、待って、これやばい、クソ範囲が上がってる。あ、おお見て、やばい、えー、やばい、やばい、ここやばい、激囲まれてる。それ、俺の毛で取ってほしい。足で行くしかないよ、それもう俺あ、いいよ、その位置で、おー、いいわけ。カメラ、録画モードにして。うわ、すげえ、カメラに向いた。ちゃんと、届かしてよ、壊れとって終わりだから。いくよ、いいよ。あっ、おーい。あれ、あ、来た。うわ、これ怖っ。もうこんな感じだからね。行け行け行け、ファイターズ、進め進め、ファイターズ。ちょっと足が来た、次あと別だけ。おぉすごい。いや、長旅でした。長旅、この線がやばかったあ。え、今なけ、何があった今。今、これを、もう、これに当たりました今。マジで最悪だ。意味わからんところにしてしまった。なんか油断しちゃダメだって、やっぱ。うわ、今、もう完全に人生だった。油断した瞬間、これ聞いた時に、こう、これ当たりましたね。いや、結構きつくね、これ、うん、全部振って無理じゃない平成に。無理かも。無理だね。あ、ちょっと絶対いけません。この辺がマジで無理だと思うね。え、じゃあいいっすか。はい、まあ、ここ、お、1、2、じゃあ順番にいきますか。うん、はいはいはい、はい、はい、余裕。じゃあ、はい、おお、あとあと2回していこう。いけるいけるいける。あー、ふくらはぎ気をつけて。右のふくらはぎがちょっとお前出てるな。右のふくらはぎめちゃくちゃムキムキじゃん。右足のふくらはぎムキムキすぎて当たりそうになって今。いけ、よし、あと1個。よし、あー、待って、膝当たる。よっしゃ、いった。はい、イエーイ、イエーイ、疲れた。疲れるね。神経使うわ、これ。この1本ないだけで多分で、コロコロってことは可能になる。あ、確かに確かに。下一気10になりました。ね、それつけすか。これいらない。確かに。おお、これはこれ消えた。だいぶでかくないここ、ね、ほら、てかもう寝っ転がればもういけるよ、動けるよ。ほら、そっちもいけちゃう。これ後編しない限りほら当たんない、ここ。確かに多分当たる、これぐらいなの俺。当たんねえって。嘘でしょ。シュッといった今。違うな。結構大ミスだったんだけど、長いこと。いや、無意識だったというのが早いんじゃない。よいしょ。あ、きっつい。あ、やっとる。え、ボキュ、そんなことあるお前。え、今ボキュ終わり、終わり、俺じゃん。じゃあ、頼みました。いや、嘘じゃん。そんな時間で俺、待って、あの状況つかめてないよ、寝てて。なんか、悔しいの。もっとこう、こういうので行きたかった。なんかそう、なんか勝負仕掛けてる時行ってないけどさ、2回目の最後のやつ、もうシェッと行ってたよね。いやあ、あれあれ、こっちも快適だな、でもあれ、あお、飯っすか。いけねえよ、そっち。
ちめっちゃ遠いよ。いや分からんこれ、飛び込んで無理だろ。あ、下からギリ行けるかな。ええ、ああ胸当たる。ちょっと待って、ちょっと一回無理すぎたんでもう一回戻りました。あ、危ねえ、お尻危ねえ。こうだ、やばっ。おっ、きたきた、よっしゃよっしゃ、飯やったー、飯ゲットです。ん、めっちゃ大変だった。今マジできつい、もう息する暇もなかった。うん、この部屋で食べたらもう色味がやばい。今レーザーに当たりながら24時間生活してて、あと1回だったら俺終わりなんですけど、一応シャドーボクシングしてます。シュッシュッ。おっ、来たー。ええ、やばくないこれ。これもう無理じゃない。え、ことあ、え、ここもあんのか。足伸ばせなくなった。お、こんにちは。いや、今レーザーまた新しくなって、うん、難易度がマジで上がった。どう、ちょっとそっちの生活もうホントヤバいね。かもえ、待って、いや今ベッドですごい快適だね。なんでだよ、なんで。まあ、任せましたってな。ヤバこいつ。え、電波悪、一生この顔なんだけど。うざうざくね。来た、これはやばいな、マジで。え、ちょっと時間はね、ちゃんとたっぷりあるんで、ちゃんと考えていきたい。初手が大事。ここでしょ。いいよな。よいしょ。まあでももうそこなんだよな。うおー、よし、やばいやばい、ちょっとやばいやばいやばい。あー、これ、あー、これ2人じゃないけど、やばっ。あ、ちょっと一回待って、ちょっと待って、時間ない。やばい。いや、あとちょっと、マジであとちょっとなんだけど、さ、ちょっと一回戻ろう。こっちに来たい、マジで。うわ、完璧、ここは。え、うわぁ、くぅ、いやぁ、悔しい、マジでこれ。ん、あれ。終わった。いや、これはでも無理だ、もうもう限界。ダメでした。でもマジ頑張ったと思う。声は聞こえてました。いや、うわ、あれ20時間だもな。まあ、あの最後のミッションなかったらいけたよね、多分。いやー、あそこにさ、ね、こう真ん中にね、こうスポットがあったんやって。よかった、最後。うん、マジで最後やばい。嬉しい、嬉しい。2人とか運動神経かも。そう、2人で協力すればもしかしたらいけた。